ええ。É えー、ブレイキングダウン見ましたかえー、DJ 社長と人二日のバトルについてどう思いますかえー、っとね、ぶっちゃけ DJ 社長と人二日のバトルはもうどっちもどっちですね。なんかもうどんぐりの聖クラブみたいな感じだと思うんですよ。はいはい。あの、正直2人ともあんま強くないんじゃないかなと思うんですけど、あれは DJ 社長の、えー、作戦勝ちです。えー、そもそもブレイキングダウンって1ラウンドしかやんないじゃないですか。1ラウンドで結果決めるんですよ。僕も前出た時1ラウンドで、まあ、延長したくてもできないルールなんですけど、まああれはちょっとパロディっていうか 5. 点えー、ブレイキングダウンの5.5、えー、でしたっけ ?5.5 だよね、確かね。はい。あの、まあなんだろう、ちょっと えといつものブレーキングダウンとは違ったんで、えー、DJ 社長が、えー、ある程度すごく盛り上がって、もうどんどん,どん,どんやっぱ盛り上がるじゃないですか、煽り V とかバン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 出しちゃうとで、盛り上がった段階で、えー、最後まで決着をつけたいと、どっちかが倒れるぶっ倒れるまでやりたいって言い出したんですよね、でブレーキングダウンのにも、DJ 社長にそういうこと言われたら、多分引けないと思うんですよ。あんだけ盛り上がっといてい えーとランでも1ラウンドだけにしてくださいって多分言えないと思うんですよね、ねそこは僕、うまいなと思っていて、で運営も10、えー、人二1機も断れない状況で、そういうルール変更をさせたんですよ、でそこからじゃあどうしたかっていうと、えーまあ、見た人わ分かると思うんですけど、DJ 社長はずっと1ラウンド目は防戦してたんですよ、10人二1機にひたすら殴らせて、ガードして逃げてたんですよね、これって僕はいい作戦だと思っていて、正直、十人二1機みたいな素人って、もうすぐ疲れるんですよ。 はい、僕も1分間な、本当、ブレイキングダウンで、めっちゃ疲れましたもん、マジで疲れますよ、格闘技やった人は分かると思うんですけど、ただ1ラウンド目は何もしないで、打たして、相手をヘロヘロにさして、えー、スタミナがなくなって、ぜいぜい言ってる相手をボコボコにするっていうのは、僕は理にかなってると思うんで、実力は正直、どっこいどっこい、ど,どんぐりの性比べだと思うんですけど、僕はあれは DJ 社長の作戦勝ちだったと思います、はい、僕も多分戦うんだったら、同じような戦い方するんじゃないかなと思いますね、よ、はい、かったですね。 という風に思ってます。12人力に、えー、勝てますか、12人力に勝てるかどうかというと、僕だったら絶対勝ってると思います。はい、12人力に僕は絶対勝てると思います。さすがに僕、12人力に負けるんだったら、えー、ともう顔面に入れずに入れます。はい、僕がもし12人力に負けるようなことだったら、マジで顔面に入れずに入れたらでもしますよ。さすすがに勝てますねはい <laughs> あそうなんだ試合前に朝倉みきるさんがどちらかが落ちるまでで提案したんだそうなんだごめん、ね、ちょっと僕あんまそこ見てなかったすいませんあそういうことなんだ。うーん